台風7号最新情報をお伝えします。こちらはひまわり8号衛星画像です。白く表現されているのが雲なんですが、現在こちら渦を巻いて白く表現されていますね。こちらの元では激しい雨の降り方、注意が必要です。それでは見ていきましょう。雨雲の様子です。今台風7号はこちらなんですけれども、その台風7号から少し離れた九州南部、そして四国エリアなどでも黄色や赤色に表現される強い雨雲があります。この元では激しい雨の報告が届いております。それでは最新の見解を予報センターに聞いていきましょう。予報センターから台風情報です。現在は長崎県の平戸市の西の海上約80キロにありまして、北北東に時速30キロで進んでいます。中心の気圧が965ヘクトパスカル、中心付近最大風速が30メートル、最大瞬間風速45メートルです。風速25メートル以上の暴風域が、現在も長崎県付近一部の地域にかかっています。これから対馬市のあたりが暴風域に入ってきそうです。この後予報円の中心付近を進んでいきますと、長崎県の対馬にかなり接近、通過した後向きをどんどん東へと変えて日本海へと入っていきます。そして明日4日の夜までに温帯低気圧に変わって、その後東北、北海道方面に進む見込みとなっています。以上、台風7号の最新情報をお伝えしました。またウェザーニュースタッチからも最新情報をご確認いただくことができます。